おはようございます。本日はですね、今から、登山系 YouTuber になるためにトレッキングに行きたいなというふうに思います。何やって1回で終わるでしょ。まあ、ほんまのこと言うと、このホカオネオネを試すためだけに行くんですが、まあ、夫婦でお出かけとして行きたいなと思います。やばいカメラ小僧。楽しい？よかったね。あ、撮ってんの？うん。おしゃべりしたら？べしゃったら？いやー、今日はほんまはですね、駅から1時間ほど歩いてトレッキングしようかとは言ってたんですが、まあ、途中でちょっと駐車場が見つからなくて、もう上まで上がってきてしまったんで、残り700メートル歩いたらもう着くんですが、こんな万全の体制で来ました。この700メートル歩くだけで到着するので、誰もリュックとか背負ってませんが、僕らだけトレッキングスタイルで大滝に行きたいなと思います。嫁蔵はちょっと悲しんでおります。歩きたかったって言って、でも昨日の夜は歩きたくないって言ってたし、でも今日になったら歩きたいって言うし、女子って分かりません。車進入禁止、箕面滝。そうなの、こんな感じ。どうですか、こういう自然は。よろしいね。よいか。よいよ。あ、滝見えた？見えたよ。めっちゃ透明だった。あ、なんかご飯のニュースするねえ、ご飯のニュースするよねえ、それね。ちょっとご飯屋さんがあるな、こりゃ。でも君歩きたいって言うけどさ、うん、多分700メートルぐらい歩くのがちょうどいいんやと思うて、君には。いや、そんな駅から歩いたら倒れるで、多分。歩きたかった。そうな、うん、車から見えたもん、楽しそうな参道たちが。こんなコンクリートの道じゃなくて、岩の道。岩の道っていうか、もうなんか猫が生い茂って、そこで人工の手を越えられて、だんだんなってる階段とか見えたもん。そんな歩きたかった？歩きたかった。それ歩くと思ってこんな格好してきたのに。いいやん、でもこんなとこでも。今雰囲気とマッチしてるよ。いや、この道歩いてる人こんな格好してないもん。うちの嫁が写真に目覚めました。楽しい写真。良いよ、勝手にピント合ってくれるもん。センスがなくても写真うまく見える。おーっと、着きました、こちらです。じゃじゃん、すごいじゃん。なあ、うわー、見てみ。わー、綺麗。写真にハマる嫁。なぜか僕よりも一眼レフにハマっております。そして荷物持ちになってます。やっぱり滝に来た後はこれっしょ、タケノコの里。なくなっちゃった。なくなった。そしてキノコ。うちの嫁はできる嫁なので、保冷剤でちゃんと冷やしてくれてました。キノコ、これ。これ。あ、
あ、アリがいっぱい、ほら食べられるぞ。うん、生えてました、キノコ。何してんの？殻、貝の殻。うまい。一人で遊ぶ嫁だったのだ。今からトレッキングに行く予定であそこに行こうと思ってるんですが、嫁はこんなことしてる。またカメラ撮ってる。テントウムシ取れた？なんで？ここまでの技術がない。あ、どっか行った。ピンクアーマーどっか行った。トレッキング行こうか。あ、ここ行ったね、さっき。ここだから、リコートさんどこ？カツオジないんじゃない？いや、あるよ、絶対あるよ。あ、この道では行かれへんのかな。あ、そういうことか。それでは次はですね、近くのカツオジっていうお寺があるんですけども、そこは紅葉が有名らしいんですが、僕も今回初めて来て、今は全然紅葉の時期でもなんでもないんですけども、せっかく近くまで来たので来ました。かわいいよ。ちっちゃいだるまやろ。うん、はい、ありがとうございます。すごいな。ほら、お迎え地蔵さんがいてはるで。お邪魔します。そしてここにだるまもあるよ。こういうのはさ、ポートレートで撮ればいいんじゃないの？あ、そっか。うん。うん。さっきの話通り。すごいぞ。うわ、霧。カメラマンどうですか、調子は。すべては良い。それまだこの辺乗せとくわ、左上ぐらいに。あ、撮ったやつ。うん、ダメだよ、これ自己満だもん。そうか、ほなやめとくわ。見たい？いや、俺は知ってるやん。視聴者の人に言ってくれた？視聴者の人にそんな見たいなんて言えないよ。恥ずかしいよな。恥ずかしい。あそこに一輪の花が咲いてますよ。行きしな。湘南の風の歌のさ、ああいう歌流しながらタオル頭に巻いてさ、サングラスかけてハン君やとか言って大熱唱してたけど、そんなん言わんほうがいいよな。水蓮花ね。水蓮花か。水蓮花ね。まあその映像さえ流さなかったらいいもんな。ハン君のモノマネしてみた。うん。あ、階段や。いいじゃん。あ、会議してるんですけど。これはやばい。何の会議してるんだろう。はい。めっちゃ綺麗。このようにだるまがいっぱいあってですね、それを横目にしながら一人で歩いて、後ろで嫁が写真を撮影しております。もはや会話せずにずっと一眼レフを撮り続けております。なので僕も一人で GoPro に向かって喋っております。行くぞ。行こうか。一回情報つけたもん。はい、ということでカツオ寺に行ってまいりました。今日は豊中の
滝と勝王寺ということでしたが、少し疲れたからここで休憩してねんな。そう、ここのトカゲが良いよ。さっきも、さっきも上でおばあさんみたいに休憩してたよな。椅子に座ってる。ほうほけきょって聞いてな。よかったね、とても。ちょっと寝たいとか言ってたもんな。30分だけ横になっていいって言ったベンチでね、うん。歩きたかった。今の道っていうか、もうなんか猫が生い茂って、そこで人工手を越えられて、段々になってる階段とか見えたもん。そんな歩きたかった？歩きたかった。それでは今日はこの辺で終わりたいなと思いますので。デザート買いに行かないの？デザート、最後じゃデザート買いに行って終わりにしようか。今日はデザート買いに行って終わりにしたいなと思いますので、挨拶はここで終わりにします。最後はデザートの映像でお別れしましょう。さようなら。はい、食パン4枚切り、我が家はいつも4枚切りですもんね。4枚切りとメロンパン、あとなんかチョコのパン、なんか おかず系の美味しそうなチキンの梅しその今限定のやつ、なんかクリームチーズのプチチェパン、以上です。